北カフカース経済地区は、ロシア連邦の経済地区の一つ。この地区は、コーカサス山脈から北に広がる平の一帯を占めており、石油、石炭、天然ガスなど豊富な天然資源が採掘される。主要都市は、ロストフなどヌ、クラスのダール、グロズヌイ、ウラジカフカス、ノボロシースクなどで、そちは、観光名所として有名である。前述の通り天然資源、また、 農業機械なども主要な産業の一つである。この地域を流れるクバン川、及びそれに伴う国土チェルノーゼムで形成された土壌によって、この地域はロシアを代表する肥沃な国葬地域である。この土壌によって、小麦、天才、米、タバコ、ひまわりの種などの作物がよく成長し、畜産も発達している。この地域には他にも、ドン川や熊川、 テレク川などの河川が流れており、ボルガドン運河は重要な輸送経路として利用されている。この経済地区はロシア連邦とチェチェン共和国をはじめとする民族間との緊張が高い地域である。経済能力はロシア連邦の平均よりも低く、GDP は過労じて一人当たり平均の半分である。生産性、賃金ともに低いが農業生産においては、 国の平均を上回っている。男女の平均寿命は国の平均とほぼ同じである。人口の移動、失業率などは高い。ロシア、ザ・コロンビア・エンサイクロペディア、クスエディション、2001から07ハットノース、コーカサス・アーカイブド2007年1月22日、アット・ザ・ウェーバック・マシン。ありがとうございます。